どうもどうも井上山と申しますノーミルク佐藤ですよろしくお願いしますお願いろいろ教えてくださいねこれどんでた 年内に新たに日本代表常連になりそうな11戦、今、序列変化が行われそうです。マジっすかえー、何新しい話ですね、また今日はね。ということでございます。お願いします。みるいろ、毎日やってますか登録よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、今日11人出てまいりますが、一人ずつご紹介していこうと思いますので、今日は11枚資料出てまいります。よろしくお願いします。まずは一人目いっちゃいましょう。この方、ドン。はい。 まず呼ばれそうよ。はい。永田美桜選手でございます。何歳でしたっけ今、<う>いわゆる日本でいう高卒ルーキー18歳でございます。が、A 代表にってことそうなんです。ええー、っていうのも、はい えー、この永田美桜選手、ね、実はあのお父さんがあのドイツ人で、ヨーロッパでの一応登録名としては、美桜バックハウスという名前になっております。バックハウス、はいはい。はい、<お>で、えー、ただお、お母さんは日本人で、もともと日本にいたんですよね。はい、で、川崎フロンターレの株組織、アンダー12とかアンダー13までは日本にいて、うん、そこからブレーメン行ったんですよ、ドイツい。はい、で、去年はブレーメン、アンダー19の選手越しにやってたんですけど、今、うん、シーズンいわゆるトップ昇格みたいな感じになるときに、 あのまだちょっとブレーメンに出られるかどうかわからないよ、トップ派の守護神でいるかわからないよっていうふうになったから、はい、じゃあ、俺、レンタルで出まーすって言って、オランダのエールディビジのフォレンダムというチームに行きました。うんうん、で、この収録日、8月12日の、えー、早朝ですかね、うんえー、開幕戦がオランダ、行われました、はい,は,いは,いはい。えなんと、開幕スタメンでした。<laughs> はこれ、全部トップチームの話してるんですよね、トップチームです。おー、これは、何、そんな日本国籍でしょそうなの。 日本代表なってくれるのかしら実はあの森保監督はもう訪問済みの選手になっていてありがとうございますいいいですか、はい、森保さんは戦術も考えたりもいろいろあるけどこういう裏方の仕事を皆さんやってるってこと忘れないでくださアンバサダー的なこともね、粘な強くしっかり、そうなんですいで、実は開幕戦敗れてしまったんですがその敗れたのは理由がありまして、はい、え実はあの前半にストライカーがレッドカードで退場しちゃいました。うん しかも先生したんですよ、このポレンダムが。うんうん、だけど退場した後後半に2失点してしまったんですけど、長、うん、田先生はめっちゃセーブしたので、あの、チーム内 MVP に選ばれてました。はい。うん、負けはしたけどね。ね、はい、じゃあもうフェーノールとの上田君とかとやるわけだ。 やることになりますね。ねうんうん、はい。と、うんはい、いうことで、やっぱもうほら、シュミット選手、中村康介選手とか、やっぱヨーロッパでやってる守護シングは必ずこう選ばれてきたでしょはい,はい。A 代表。はい。ってなると、ちょっと永田選手、ごぼう抜きでやってくるった可能性が、大ありかなと。そうね。われば。身長の方はでもまだまだちっちゃいんでしょ ?19 歳だから。190センチとなっております。<laughs> まだ伸びますね。ありがとうございます。いけますね。これはすごいですね。 これはちょっと本物だと思っていただいていいんじゃないですか、はいえー、楽しみにしてくださいさね。映像みたいですね。そうですね。はい。そしてただゴールキーパーって言ったらこの人も忘れちゃいけません。ドンはい。鈴木ザイオン。オンはい。はい、えー、この動画撮ってる日の前日、8月11日だったかなはい。えー、ザイオン選手、シントトロイデンガーに合流したみたいなので。 今週末はまだいきなり出るって練習もしてないから多分ないと思うんですけど、うん、まあ翌週ぐらいから出る形になるんじゃないかと思われます。はいまあ、いシュミット選手が移籍のタイミング多分来週、再来週ぐらいになると思うのでそこのタイミングだと思いますけど、うん、ってなるとまあさ、マーサもともと川島、はい、本田、はい、シュミット・ダニエルだったじゃないですか、はいはい、カタールね。はい そこから、まあ、川島選手がちょっと代表インターな感じ。はい、で、権田選手は今ちょっとね、呼ばれてない状態になってるから、はい、まあ、プラスで、シュミット、中村康介、うん、大阪啓介になってき、なってたけど、うんうん、これで、長田美代がオランダで、鈴木オンがベルギーでとなると。はい、ザイオンも二十歳なんだね、まだね。まだ二十歳ですから。ほう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 。 これは永田在温体制がこれから一気に長い間ま、ね、い長くできるよ、これ年齢で言うとね。15年ぐらいいけますね、<ー>この二人でも。ああ、逆に次が育たない心配をもうしてますよ、僕は。<laughs> <laughs> 歴代でもちょっととんでもない状況ですね、すこれはね。ねうん、キーパーってのはやっぱ年上の人がやるイメージでいましたから。そうなんですよ、ね。一番若い子たちがキーパー。これはいいですよ。いいですよ。うん だけど、ま、たほら、谷康成選手もベルギー2部に行って、うん、あと忘れちゃいけない、コクボレアブライアン選手もポルトガルで頑張ってて。そういうことですよ。だから、パリオリンピック世代は、コクボレオ・ブライアン、鈴木財音、長田美桜、なんと、枠3人全員、ヨーロッパ、うん、欧州組ということになります。うん、なるほど。これ、史上初ですね。オリンピック世代で3人以上が、え、キーパー、え、うん、ヨーロッパ組っていうのは史上初のことになりますので。いやー、昔はね、10番ばっかりで、みたいな。 真っ黒海外はなかなか難しいよね、今いっぱいいるしね。さすがにキーパーは、最後のキーパーもこれ。来ましたね。はいなっておりますそんなヨーロッパ組もいいんですけど、これからちょっとディフェンダーいこうと思うんですけど、国内組も忘れちゃけ、この人からいきます、3人目、ドン北海道コンサドーレ札幌の中村東也選手でございます。さっき我々、突然見てましたからね。 実はね、まずはちょっと中村倫也選手で、ちょっとね、日本人の中の経歴っていうか、J リーガーとしての経歴、ちょっと特殊な選手になっております。まずあの、札幌で今年5年目なんですけど、もともとユース出身の選手になるんですが、2> うんえー、高2までフォワードでした。うん、だからプロになるまでにやっ,たやってたディフェンダーの期間って1年あるかないかぐらいでした。あで、こと5年目なんですけど、うん その前4年間、実はあんまり試合出てないんです。うん,うん。うち4年間のうちの半分は、あの、ホンダ FC に行っていて。あはい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 。 で実はのホンダ FC っていうチームは一応札幌からレンタルでは行ってるんだけどそもそもほらチームが企業チームなんでプロ選手はいないって扱いなんですだから札幌からのレンタルなんでプロはプロなんだけど、はい、一応あの社会人選手になってたんですね2年間くらい,はい,はい、はい、社業とかしてたのかしらみたいなそういうどっかの部署には属してたっていう状態になってたらって,ってえー、はいはいはいっていうところから今 J1 のレギュラーやってる選手になっておりますだから社会経験もね積んだということでいいんじゃないですかそうなんですよへー 今、あの、札幌ではダブルブランチの一角だったり、スリーバックの左やることが多い選手だったりするんですが、森保監督も中村って今どうなのっていうふうに気にするぐらいになってるので、もうそういうコメント出てますからね。なんで、もしかしたら年内に代表来るんじゃないかとも言われております。じゃあまあさ、その中村選手何がすごいのかって、じゃあデータ面で出てなかったらやっぱりなかなか遊るんだね。え、ないじゃないですか。23歳っていうのはも受かっます。そうなんですよ。はい。うんはい えー、中村選手、実はあの、東京世代、いわゆる今の1997年生まれ以下の若いディフェンダーたちの中では、はい、ロングパスとか敵陣へのボール、パスのその供給数で、うんえー、札幌の同僚、中村俊太選手に次いで、国内2位のデータを持っております。これだけこう敵陣にこう縦パスをつけるのが優れている選手。はい まあ、それ先ほどの突戦でもね、ガンガン一人で上がっててアシスト決めてましたからね、はい、浅野優選手に対してね。ていう形になるので、えー、町田光輝選手とか伊藤洋輝選手あたりが、まあ、ライバルになるような、えー、ディフェンダーということになるとなるほと、国内からの台頭にもご注目ください。いそして4人目は今度はまた海外から見ていただきます。はい、こちら、うん、渡辺剛選手。うううんうん、うん ヘントに移籍して、えー、今もレギュラーでやっております、はい。素晴らしい、素晴らしい。ね、うん、え。去年はね、コルトレイクというチームにいて、ベルギーリーグ一部でフィールドプレーヤー唯一のフルタイム出場を果たした選手になっておりますけど、はいえー、そこからヘントに引き抜かれました。はい、でヘントはもともと、なんか去年ぐらいから守備が課題って言われてたチームなんですけど、うん、もう開幕から西試のところでもう渡辺がそのう穴を埋めたっていうふうに言われてるレベルになっております。素晴らしい。素晴らしいよね。はいはい,はいはい。 で、ただその渡辺、<ー>その渡辺選手はもともと課題はビルドアップっていうふうに言われてて、守備は大丈夫ってもベルギーの中で言われたレベルだったんですよね。はいはいはい。なんだけど、うん、実は今そのフィールドプレ、あの、実はベルギーというかヘントの中でも、ビルドアップの部分でちょっとだいぶレベルアップしてるデータを残し始めまして、うん、まだ2試合なんですけど、敵陣へのそのパスの供給とか、パスの成功率とかで、はい、ちょっとリーグトップクラスの成績も残し始めまして、素晴らしい これが継続されるなら10月11月あたりで代表あると思いますちょっとディフェンダーレベル上がってきましたねそうですねう嬉しい感じでございます優勝しておかしくないチームですからねただまさもう一チームちょっと一気にありまし一気に打ちったんですけどこの方もすごいは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 い ニオンンサジロワーズでございます日本代表にすでに呼ばれてる選手になりますけど今年は開幕からサンジロワーズの左センターバックの座を射止めました出てましたね見ましたよガモマーさん皆さん2試合連続完封勝利それに貢献しております素晴らしいじゃないですかですよねただほら町田選手でもともと左利きで高さめっちゃあって百九90 そうね、だから空中戦に優れてるとはもともと言われてたんですよね。ただ、唯一言うんであればベルギーで地上戦のデータあまり残してなかったってのと、うん、ちょっと怪ががちょこちょこあったってのがネックだったんですけど、今ですね、す、え、で、ー、にもう2試合でインターセプトランキングの最上位クラスまでやってきまして、うん、え他にも地上戦デュエルのところで、皇輝町田って名前がこう続々出ておりまして、しこのままいけば、うん、去年の渡辺剛、ナビのデータ残すんじゃないかと思うので。<laughs> ちょっとベストイレブン候補まで上がってくるかもしれません。えーはい、はいはいはい。おー、ディフェンス陣が。なんかすごいキャラクターがいっぱい溜まっていく。いいよいいよ。いいよ選べない。ね、森保さん。<laughs> これ大変なことになってきますね。ただね、まあ、さ、国内の若手の、はい、若手オブ若手にもこんな選手がいるよねってので、はい、いますか。れ今年もしかしたら来るかもしれないと思ってるのは、この選手。はいはい 高2004年生まれなので今年が高卒ルーキーの選手でございますが川崎一戦レギュラーポジションッシュ済みでございます。で忘れちゃいけないのがこれ皆さん思い出してほしいんですけど高校生の時にもうキャンプ入ってたんですよフロンターレの。でだから川崎が優勝したシーズンとかだったと思いますけど。 鬼木監督がその高井選手についてこう、バンキシャの方から問われて答えたのがあって、はいうん、高井に関してはもう守備はレギュラーでやれる。うん、そんな発言があったんですね。うんうん、高校段階で。はい、谷口ジェジーウクラスだったんですよ。高校段階。いや、えー、すごい。193案ですもんね。十八18歳にして。<laughs> して <laughs> いや、すごいね。はい、そうなんですよ。はい、で、実は今ももう、あの、プロ1年目で出てる中ですけど、はい 敵陣へのパス制度っていうところだと、うん、実は国内最上位級でトップ10ぐらいにもう名を連れてたりするんですよ。なんで、もう今年年内はまだ分からないけれども、うん、もしかしたら来年、再来年ぐらいには g はもうトップクラスのディフェンダーにあ、はい、ってかトップのディフェンダーにおそらくなってると思うので、はい、もしかしたら北中米ワールドカップまでに高井、板倉っていうセンターバックコンビが代表で見られるかもしれませんお鬼チルドレン。 おにきシルトあ,<ー>あと、だから、高井選手、実はさっきのあの、冒頭に出てきたあの、長田美桜選手と、川崎アンダー12、はい、アンダー13のチームメイトだったりするので、いやいや同じ、同じですね。出てくるね、川崎には。すごいよね。何なんでしょうかね。<laughs> こんなに出てくるの、やっぱやばいですわ。うん、ねねよくユースに投資してるって言いますけど、やっぱそれは大成功してますよね、川崎はね。 取材してほしいね、大会ね。本当ですね。秘密をね。はい。ていただきたいことでございます。はい。はい。で、ちょっと今、名前出したんですけど、ちょっと、この、なんだろう、なんだろう、この企画にはちょっとそぐわないかもしれないけど、次に出す名前の選手はこの人になる。はいはい。7人目はこちら、板倉選手。おお、い、はい。DM。そう、実は、序列センターバックでも一番手クラスに来てると思いますけど、なんと、 おー、8月のこの12日の、この週末ですね。はい。ブンデスリーが来週開幕なんですけど、うん、カップ戦が行われました。はい。スタメンでした、板倉選手。素晴らしい。センターバックではなくボランチで。おお<ー>。実は今回のキャンプ。アンカーですか人。えっとね、ダブルボランチの一角でした。はい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 。なんか今回のキャンプ。うん 遺跡も封印して臨んだこのキャンプは、センターバックとボランチ両方ともで起用されていたってところがあり、素晴らしいもしかしたら今季ボランチなんじゃないかって現地市で言われてたんですんそしたら蓋開けてみたら、バイグルとイタクラって並んでました。バイグル有名じゃないですか。そうなんですよ。元ドルトムントですよね。あ,あ、そっかそっか、だから知っているかはい、はい、そうなんですよ。その二人がボランチコンビということになりました。はあ なんで、もしかすると、序列変えて、センターバックからボランチの方の一番手を目指していくってことも今後あるかもしれません。面白い。うん。いいですね。そうなん,いろんなサッカーに使えちゃう。ですね。うん、その代わり、先ほどのディフェンダー4人が対等してきてくれれば、板倉さんとしても、まあ、1列前で使えるってことになってくるので、ォースワがより激化すると。なありますよ、と。はいはい。いうことになります。そか出てくるね。すごいね はい。はい。そして続いて8人目は今度こちらです。はい。はい、伊藤亮太郎選手。はい。頑張ってらっしゃいます。はい。移籍した直後、開幕節からずっとレギュラーを張っている伊藤亮太郎選手。はい、ただ実はちょっと違うのが、えー、オフェンシブミッドフィルダー、新潟のポジションではなく、うん、0.5列下がったところにいます。うん、ボランチ。トップ下よりかはちょっと後ろ。ただ、ボランチよりかはちょっとだけ前みたいな感じにいる、ねうん。なるほど、なるほど。はいはい、はい。はい だから、ライバルって言い方するんであれば、全く同じポジ,、うん、ポジションやってるのは、うん、鎌田大地、森田秀正、旗手レオ。なるほど。うん。そう,うダブルボランチのちょっと前側っていうんですかね。アンカー寄りの選手よりかはちょっと前にいるよって感じになっている。うんはい、後ろと前をつなぐ役目の選手ということになりな、ね、選手というとか、はい、まあ、シンドドライデンではそれを担わなきゃいけないってことでしょ。 といういことですねただ、まあ、日本代表でもなんかそういうポジションを今、鎌田選手、旗選手とかもちょっとやってるところがあるので、うん、まあ今、シント・トロイデで言われることが、もしかすると日本代表入りに向けてちょっと直結する可能性はあるかもし、うん、れません。なんで、ただ、あとは藤田、ジョエル、千葉選手とかも、ね、同じポジションができる方々ですから、ね、シント・トロイデの中でも誰がこのポジションでレギュラーが固まるかっていうところ次第で誰が代表に行くかってことも決まってくるかもしれません。うん、25歳リー育ち うん、幅大いですね。頑張ってほしいですね、彼もね。はい、そして次行きましょう。はい、ただこの人にも僕は期待したい。はい。奥抜き感じ。わー。きてるんですね。きてるんですよ。独自の経路をね、辿っておりました、ね。そうなんですよ。はい 大宮からポーランド経由でドイツにたどり着いた男。あんまりこう世代別とかにもたくさんいたっていう常連タイプの選手ではなかったので、すさ、はい、ま,まじい経歴になってくるなかなと思いますけど、はいで、そんな移籍したばかりのチームにおいて、なんとトップ下に君臨しております。うん、す開幕から2試合連続スタメンでしたね。マジっすか。そうなんです。あら、あらで。しかもすごいのが。フラと一緒ですよね。 林さんと一緒です。うんうん、林さんは2試合連続途中出場なんですけど、大久抜さんがもうスターメンという感じになってます。ーすげえなーーはいはいはい。で、じゃあ奥抜選手、何がすごいのってことになってくるんですけど、これあの、ピーファとかのゲームで言うと、あのうん、スピードスターのドリブラーみたいな扱いになってたりするんですが、うんうん、あ,あのね、今季残してるスあの、ね、パスのスタッツが異常です、マーさん。ああ、そう。はい。はい 何かっていうと、あの、パスって、あの、ほら、後ろであれば、いわゆるプレッシャーが少なければ少ないほど、うん、当然パス成功するじゃないですか。そうですね。うん。だから、大体ディフェンダーだったら90%から95%ぐらいの成功が一つの目安。で、ボランチぐらいだったら85とか、うん、あとは中盤の底ぐらいだったら、まあ80ぐらいとか、アタッカーだったら70%ぐらいとか言われたりするんですけど、奥抜き選手、トップ下の位置にありながら、うんうんうん パス成功率90.3%記録しておます。あらかといってバックパスばっかしてるわけじゃないんでしょそうなんですよ。チャレンジのパスも入れながらでしょそうなんですよ。えー、だこれはちょっとってことで、もしかしたら代表スタッフの目に止まる可能性はあるかもしれませんね。ーんチームもそこの周りがうまく回ってるってことでもあるもんね。そういうことですね。彼からチャンスメイクがってことになって、しかも自分でやっぱドリブルで剥がせる選手でもありますから、 まあ伊藤亮太郎または田中をこの辺りがライバルになってくるかもしれません。なるほど。ご注目ください。はい。二十四歳なんですね。い。ろんな特化育ってきますね。いいですね。そしてまた次。ありがとうございます。はこんな人を名前に上げたい。はい。今度はスコットランド小田裕太郎選手でございます。はい。スクスク育ってらっしゃるんですか。はい。ええ神戸ユースから神戸球でハーツにたどり着いた男小田選手なんですが、もともとあのアンダーメンバーの代表の頃は和生ムバッペと呼ばれていた男でした。 ただね、まずもともと、和製ムバッペって言って、あの、ゴリゴリ、こう、ムバッペ並みに、こう、ドリブルというか、人抜ける選手だったんですよ。はいはい。小田くんって。俺、ちょっと今、も違うなと思ってて。あ、タイプ買った。うん。和製アダマトラオレもっともっとゴリゴリ感を増しちゃった。そうなんですよ。へえ。なんか、ガンガンいける系、ウィンガーと思っていただいてよくて。お玉言う倒れですか、じゃあ。ねえ。 正解だと思うのは例えば同じ右ウイングだったら、はい、例えば伊東純也選手とか、結構、さっそうとこう、抜けていくような競走馬のような感じじゃないですか、さっ、はい、とした感じ。あと、久保選手とか堂安選手だったら、中にこうカットインしていくタイプだと思いますけど、はい、織田裕太郎選手の場合、あの倒木とかもすべても,なもう,グーグーグーうなんかもぐわぐわ、こう抜やていくような感じ。<laughs> 倒木も <laughs> バリバリバリーみたいな感じ <laughs> あんまり見たことないですけどね木が倒れてるのねピッチない,まあないですけどね、えー、そんぐらいのもうワイルドなイメージってことですねワイルドな感じですねーすげーだから逆に今までいなかったタイプじゃないですかそういうの右にって日本代表の、ねねはい、だからちょっとだから新たなスタイルでちょっとやっていける選手なんじゃないかなっていうところもありますねこれは楽しみみでですみたいツートップの一角なんかもできますからそのなところにもちょっといいかもしれない、ね、なるほど はい。はいはい,はいはい。そして、今日のラストを締めくぐっていただくのは、この選手。はい、マーチのシュート選手でございます。うそうですよね。やっぱり大注目ですよ、うん、皆さんね、これは。そうなんです、はいえー。マーチの選手も開幕2試合はンゴールワンアシストの活躍で、えー、そうなんですよで。しかも2試合連続あの、開幕戦は決勝アシスト、2>, はい、2試合目は決勝ゴールを叩き上げるっていう、マンブザマッチクラスを2試合連続でやった人なんですね。で、他のシュート数とかのことも考えると、今、うん ブンデス2部のストライカー部門トップ3に入っておかしくない男になってますね、まさもう。町野くんはで。ただ、ただ忘れちゃいけない。この当だったら町野くん代表常連って言っても,もおかしくないと思うんですけど、ワールドカップも確かに出たけど、本来は中山雄太選手の負傷があって追加で呼ばれた選手だったから、言ってしまえば27番目だったっていう言い方としてもおかしくはない部分はあるよ。まあ、そうか。はい。 で、6月も、まあ、遺跡があったからだと思いますが、呼ばれなかったのはあるよと。うんうん、同じポジションには、しかも、上田綾瀬、古橋京吾という二大,二大看板がいて、さらに前田大然もいますから、はいはいはい。ってのはあるんだけど、うん、この活躍見たら、一気にもう、上がってきそうだなっていう、もう、レベルに来てるかなと思いますので、で<す>王子の水にも合ってますからね。一気に序列変えてくることはあり得るんじゃないかと思います。なるほど。はい。はい。と、 優う序列を変えるかもしれない十一輪でございました。あたや、ワクワクしてきました。明るいってことですね、これ未来はね。もちろんでございます。ちょっとね、また観測してまいりましょう。この赤い真ん中の彼が はい、えー、長田美代選手。長田美代。わー、いい、いい生還な顔されてるね。左から中村東や高井孝太長田美代町田孝輝ということになりますね。ありがとうね。まあ、この方が楽しませてくれるわけですね、おっちゃんを。そういうことですね。おっちゃん待っとるからね。お願いしますよ。ありがとうございます。皆さん頑張ってください。ということで、今日も先生ありがとうございました。ありがとうございました。井上真と申しました。のみえさとでした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださると嬉しいです。それではまた。またね。